結婚生活を2年間送りながら破局したと、今週報じられたばかりの米歌手、アリアナ・グランデ、30、に、新恋人の存在が発覚したと、米ニュースサイト、TMZ が20日、伝えた。今年1月から不動産業の夫、ダルトン・ゴメス氏、27、と別居生活をしているというアリアナの新たな恋人とされるのは、アリアナ主演で来年公開予定の米ミュージカル映画、ウィキッドで共演した、米俳優、イーサン・スレーター、31、だ。TMZ は関係者の話として、二人は、同映画の撮影が始まった、あと、デートを始め、すでに数ヶ月間交際していると伝えた。3月には、ロンドンで、マレーシア出身女優、ミシェル・ヨーの米赤で、ミー賞主演女優賞の受賞を祝う会で一緒にいる、姿が目撃された。イーサンは、米ブロードウェイミュージカル、スポンジボブのボブ役として知られる。2018年に歌手リリー・ジェイと結婚し、昨年は長男が誕生している。関係者によると、アリアナとイーサンが交際を始めたのは、それぞれが別居した後だとしている。同サイトによると、アリアナとゴメス氏はまだ離婚申請をしていないが、夫婦関係は1月には終わり、割っており、近く正式な離婚手続きが開始され、離婚後も二人は友人としての関係を続ける。ゴメス氏もすでに新たなパートナーと交際を始めたという。